サムエル記上第5章。ペリシテ人は神の箱をぶんどってエベネゼルからアシドドに運んできた。そしてペリシテ人はその神の箱を取ってダゴンの宮に運び込み、ダゴンの傍らに置いた。アシドドの人々が次の日早く起きてみると、ダゴンが死の箱の前にうつむきに地に倒れていたので、彼らはダゴンを起こしてそれを元のところに置いた。その次の朝また早く起きてみると、ダゴンはまた死の箱の前にうつむきに地に倒れていた。そしてダゴンの頭と両手とは切れて離れ、敷居の上にあり、ダゴンはただ胴体だけとなっていた。それゆえダゴンの祭司たちやダゴンの宮に入る人々は、誰も今日に至るまでアシドドのダゴンの敷居を踏まない。そして主の手はアシドド人の上に厳しく臨み、主は腫れ物を持ってアシドドとその領域の人々を恐れさせ、また悩まされた。アシドドの人々はこのありさまを見ていった。イスラエルの神の箱を我々のところにとどめ置いてはならない。その神の手が我々と我々の神ダゴンの上に厳しく臨むからである。そこで彼らは人を遣わしてペリシテ人の君たちを集めていった。イスラエルの神の箱をどうしましょう。彼らは言った。イスラエルの神の箱はガテに移そう。人々はイスラエルの神の箱をそこに移した。彼らがそれを移すと、主の手がその町に臨み、異常な騒ぎが起こった。そして老若を問わず町の人々を撃たれたので、彼らの身に腫れ物ができた。そこで人々は神の箱をエクロンに送ったが、神の箱がエクロンに着いた時、エクロンの人々は叫んでいった。彼らがイスラエルの神の箱を我々のところに移したのは、我々と民を滅ぼすためである。そこで彼らは人を遣わしてペリシテ人の君たちを皆集めていった。イスラエルの神の箱を送り出して元のところに返し、我々と民を滅ぼすことのないようにしよう。恐ろしい騒ぎが町中に起こっていたからである。そこには神の手が非常に厳しく臨んでいたので、死なない人は腫れ物を持って打たれ、町の叫びは天に達した。